朝ごはん食べてないですよね。はい、じゃちょっと身体検査してお伺いします。で、朝ごはん持ってきてもらったんですよね。はい、ごめんね、大変しよう。はい、お腹空いてるよね、多分。ご飯もらってないな。で、咳以外は元気で、食欲もちゃんとあります。まあ、ご飯はそのなんか、まあ、自分で食べることはあんまり多分好きじゃなくて、自分で食べない、そうなんか手でこうやってあげると、手でやれば食べる、食べるって感じです。でもお皿に置いてるやつは食べない。なので1日の取る量よりは全然食べてない。健康チェック表とつけてみました。はい、あります。じゃあちょっとまずそれにしてもらっていいですか。何グラム食べてるかは測っ、あ、ここに書いてある。そう、1日で40。そうです、40。今何だったっけ、ニュートロの子犬用でしたよね。120グラム本当は食べないと。あ、この子の4キロぐらいの体重で、もう別にそんだけ、はい、120グラムだけど、この子は40グラムって。うんちはでも、でもその割にはうんち1日2回か3回出てる、はい、ですね。散歩の時とかは2回ぐらいしますよ。あ、1回に。で、結構な量も出てるわけ。うん、そのなんか何秒、どのくらいの量が標準なのか。結構出ますよ。結構出ますよ。2センチの1日量でさ、15センチくらい出ますね。1日。でも多分これぐらいのがポンポン。あ、そうそう。合計で15センチ、20センチくらいは。多分それは出てる。案外出ますよ。元気はいいと。で、あの歯磨きのペーストのやつは一応毎日舐めさせて、ええ、嫌いじゃない、嫌いじゃない、好きそうです。好きそうです、はい、助かりますね。じゃあもうそれ出すと喜ぶ、喜ぶ。あ、本当に。で、ご飯ちょっと見せてください。何グラム持ってきたの結局。1日の半分なんで60グラム。あ、その規定量の半分ね、はい、60ね、はい、じゃあこれと、じゃあ健康チェック。あとこれですね、あの部屋にイベルメックね。だからこれは左の予防だけですね、イベルメック。ということは、じゃあ反対に言うと、飲みとかさ、ダニの予防はしてないってことになりますよね。で、これそれしか飲んでないので、これ開いてないの。あ、開いてます、開いてます。で、はい、最後に飲んだのが、いつも毎月5日に飲ませてるので、んでます。あともう少しですね、明後日に飲む、5日ね。ということは、じゃあ、はい、8月5日には飲んでるわけね。はい、わかりました。じゃあこれとかぶせてさ、飲みダニの予防もしましょう、はい、だからちょっと2日早いけど、飲みダニの予防だけはここでやりますね、はいはい、で、毎月同じ日に、はい、あの来月はからはね、はい、やっていきましょうね、はい、はい、じゃあちょっと検査をね、してきますんで、はい、夕方、はい、6時前後ぐらいに迎えに来てもらっていいですか、はい、でそれまでに結果出しますんでね、はい、はい、で、まあ検査の風景は撮影しますね。まあ、後ほどアップします。はい。はい、じゃあいいですよ、このまま。リードって持って帰っちゃって大丈夫？そうですね。散歩行けないし。まあ、一応どっちでもいいですよ。預かっておきましょうか。はい。はい、じゃあリードも預かっておきましょうか。はい。お願いします。これぐらい。はい。はい、わかりました。はい。はい、じゃあお預かりします。でもさ、ここ来てから咳してないよね、まあ、待ち合わせで。あ、そうですね。でもそんなめちゃくちゃ頻繁にはしない。1日で10回ぐらい。でも10回すると結構多いです。でもやっぱり一番あの興奮した時が出やすい。走ったりとか家の中で遊んでて興奮したい時にやっぱり出やすい。出やすい。はい、了解しました。はい、お願いします。はい、じゃあお預かりします。